ヒペリオン、またはヒューペリオン、またはハイペリオンは土星の第七衛星。ギリシア神話におけるテーターンの一人ヒューペリーオーンから名付けられた。土星の8番目に大きい衛星である。1848年にウィリアム・クランチ・ボンドラにより発見された。不規則な形状でカオス的な自転をし、スポンジのような特徴的な外見をしている。 玉から離れた形状をした衛星としては初めて発見されたものである。ヒペリオンは1848年9月にウィリアム・クランチ・ボンド及びその息子、ジョージ・フィリップス・ボンドとウィリアム・ラッセルによって独立に発見された。発見が早かったのはボンド親子であり、9月16日の観測で衛星を発見している。その2日後の9月18日に、 ラッセルもイアペペゥスを探す観測を行っている最中にヒペリオンを発見した。しかし新衛星の発見を論文として報告したのはラッセルの方が先であった。現在では3人全員がヒペリオンの発見者として扱われている。ヒペリオンが発見されたのはジョン・ハーシエルが発見済みの7個の衛星に対して出版物リザルツ・オブ・アストロノミカル・オブザベーションズ メイドアットザ・ケープ・オブ・グッド・ホープで命名を行ったすぐ後のことであった。ハーシェルは土星の衛星に対してギリシア神話における巨人から名前を取って命名した。ラッセルは発見を報告する論文の中でハーシェルによる命名の規則を踏襲してギリシア神話のティーターンの一人ヒュペリオーンにちなんで命名し、その名前が現在まで使用されている。 またサターン7という故障も使われている。カッシーニが撮影したヒッペリオン。ヒッペリオンは非常に不規則な形状をしており、短軸はおよそ 200km、長軸はおよそ 360km である。海洋星の衛星プロテウスに次いで太陽系で2番目に大きな飛球系の衛星であり、静水圧平行の状態にはなっていない。 静水圧平行の状態にあり楕円体の形状をしているもので最も軽い天体はミマスであるがヒペリオンの質量はミマスの15%であるヒペリオンにある最も大きいクレーターは直径がおよそ 121.57km あり深さは 10.2km あるヒペリオンがこのような不規則な形状をしている理由としてヒペリオンは 過去に大規模な天体衝突を経験した際の破片であるという仮説が提唱されている。この説によれば、ヒペリオンの元となった母天体は直径が350から 1000km であったと想定される。天体衝突では大量の破片が発生するが、この時の破片が1000年程度にわたってタイタンに低速で衝突したことによってタイタンの大気に揮発性物質を供給したという。 仮説も提案されている。カッシーニによって撮影されたヒペリオン。この画像は実際の色に近い。2005年9月26日、土星探査機カッシーニによる接近観測が行われた。アメリカ合衆国コーネル大学などの国際チームがこの際に撮影された高分解能の画像の分析結果を英科学雑誌ネイチャーに発表した。それによると、 ヒペリオンの平均密度は0.5から0.6グラム毎立方センチメートルであり、この値は例えばヒペリオンよりやや小さな土星の衛星フェーベの1、3しかない。密度が低いことから、素性は大部分が水の氷であり、岩石の岩有量はわずかであることが示唆される。また、ヒペリオンは破片が重力的に緩く結びついたラブルパイル天体である。 可能性があり、主に氷でできているとすれば空撃率は46%と推定される。氷が主成分と見られる点は他の土星の衛星と似ているが、アルベドが0.2から0.3と低い値を取ることは他の多くの衛星とは異なる特徴である。表面が暗い物質によって薄く覆われているためにアルベドが低くなっているのだろうと考えられている。 この暗い物質は、より暗い表面を持ち、過去に、イアペトゥス付近を通過したフェーベから来たものである、可能性がある。ヒペリオンは、フェーベよりも赤い表面を持ち、イアペトゥスにある暗い物質の色と非常に似ている。またフェーベの他には、スカジとユミルも、ヒペリオン表面の暗い物質の供給源である、可能性が指摘されている。ボイジャー2号が土星を、 フライバイした際の観測ではヒペリオンは遠方からしか撮影されておらず、個々のクレーターなどの地形は識別されたもののヒペリオン表面の模様まではわからなかった。カッシーニによる初期観測でその表面が異様であることが示唆されていたもののその奇妙な外観の全体が明らかにされたのは2005年9月25日のヒペリオンのフライバイ観測の時であった。 ヒペリオンの表面には無数の深いクレーターが存在してスポンジのように見え、他には知られていない特徴的な外観を有している。クレーターの円が明瞭であることも特徴の一つである。それぞれのクレーターの底には他の表面より暗い物質が堆積している。赤っぽい物質は炭素と水素からなる長い差式炭化水素を含み、イアペトゥスなどの他の土星の衛星で発見されている。 物質と非常に似た見た目をしている。科学者たちはヒペリオンの外見が異様でスポンジのような外見をしていることはこの天体がサイズの割に非常に密度が低いことと関係していると考えている。密度が低いためヒペリオンは非常に多孔質の構造をしており、また表面重力は小さい。多孔質の天体では隕石衝突が発生した時には 物質が掘削されるよりも表面が圧縮される傾向があり、さらに表面重力が小さい場合は衝突で放出された物質は重力を振り切って脱出するため表面に帰ってこない。そのため明瞭な円を持つクレーターで埋め尽くされた表面をしていると考えられる。カッシーニが2005年と2006年にヒッペリオンをフライバイした際に得られたデータの最新の解析では、 ヒペリオンの空撃率は40%程度であると推定されている。空撃率がこの程度の値であれば、表面のクレーターは非常に長い期間にわたってほとんど変化しない可能性があると考えられている。新しい解析でもヒペリオンの大部分は氷で、岩石は非常に少ないという蘇生が確認されている。ヒペリオンの軌道のアニメーション。土星。 ヒペリオンタイタン土星からの平均距離はおよそ150万キロメートルで、後転周期は21.3日だが、自転周期と自転軸は不規則に変化する。1981年、ボイジャー2号がヒペリオンのいびつな形を初めて観測したとき、予想されたものとは違ってその最も長い軸は土星を向いていなかった。また、いびつな形にもかかわらず、 多くの衛星で見られるように潮積力によって同じ側を母星に向けて好転しておらず、自転周期が公転周期と異なっていることが判明した。ヒペリオンは比較的大きなサイズの惑星の中では非常に不規則な形状をし、軌道の離心率が大きく、またより大きな衛星であるタイタンに近いという点で独特な存在である。奇妙なヒペリオンの自転を ボイジャーの画像から分析した、ウィズダムラは、すぐ内側を回る巨大なタイタントの3、4の平均運動共鳴の影響によって、時点が単純な回転ではなく、カオス的運動になっていると予測した。すなわち時点は不規則で、一定の周期や軸を持たず、わずかな差が時間とともに急速に拡大するために、長期的な予測が実質的に不可能なものであるとされた。 その後行われた地上からの光学的な観測でも、このカオス的な運動は裏付けられた。ヒペリオンのカオス運動のリアプノフ時間はおよそ30日である。ヒペリオンは実際の天体において、カオス的振る舞いが具体的に示された初めての例となった。他にカオス的辞典をする衛星の例としては、冥王星のニクスとヒドラがあり、また海王星のネレードにも、 その可能性がある。なお、二重小惑星では、このようなカオス的な自転状態は一般的だと考えられている。自転周期と光転周期が長積的に同期している他の土星の衛星では、光転の先行半球と後行半球では、表面の様子が異なるものが多い。しかしヒペリオンの表面は比較的一様であり、これはヒペリオンがカオス的な自転をしており、 潮積的に同期していないことと関連があると考えられる。ヒペリオンの形成と進化過程を考える上で、重要なのが内側を公転するタイタンとの3、4の平均運動共鳴である。理論モデルによると、ヒペリオンが現在の軌道とは別の位置で形成され、その後軌道が潮積力によって進化してタイタンとの軌道共鳴に捕獲されるという過程は起こりづらいと考えられている。 これは、軌道共鳴に捕獲されるためには、軌道がカオス的になり、不安定化される領域を通過する必要があるが、ヒペリオンの軌道の長積進化の時間スケールは長く、共鳴に捕獲される前にヒペリオンの軌道が不安定化されてしまうからである。代わりに、ヒペリオンは、現在のタイタンとの軌道共鳴の位置で、形成されたというモデルが提案されている。このモデルでは、 タイタンの軌道の周囲に多数存在した物質のうち、軌道共鳴に入った安定な領域に存在するものが集積して、ヒペリオンが形成されたと考えている。不安定な領域に存在した物質は、タイタンの影響によって軌道が不安定化され、タイタンに衝突するか弾き飛ばされるかで失われた。ヒペリオンの地表。現在、ボイジャーの写真をもとに命名された地名が5つある。 世界の神話の太陽神もしくは月の神にちなむ。ありがとうございます。